高原藩、高原、高原藩は、中華民国、中華人民共和国の歴史学者、民族学者。学問は、史学、民族学、人類学、言語学、文化学、治安学と多岐にわたる。中国治安族史学と治安学の創立者、中国現代民族学研究の先駆者の一人とされ、中国治安学の第一人者として知られ、八カツ学派と、 無圧学派の創始者。本名は、菅西恵。治安族出身。高原は、中国清朝南寧府新年一周六都教萌江村。現在の厚生治安族自治区高市佐市。タスク水県虚球鎮三郷村教萌江田室の、農民の家に生まれる。幼少時に、家塾で学び、後に、厚生第三師半高等学校を経て、1926年。 民国15年に国立北京師範大学に入学し、陳炎、宣言堂などの私学、訓子についての交渉学を収め、1932年、民国21年に極めて成績優秀で卒業後、大学院に入学した。大学院在学中の1932から35年に、北京師範大学研究所、後の北京師範大学研究院同士宣言堂の、 勧めにより、北京師範大学研究所に検職し、資料編纂員院となった。1935年、民国24年に、厚生省の援助官費を得て、日本に渡り、東京帝国大学文学部大学院の東洋、私学研究科に留学し、大学院では東洋史を専攻し、池内博士、加藤茂、和田清などの指導を受け、東京文献学派のメンバーとなった。 留学期間に、日本学者、白鳥倉吉、津田総吉、原田義と、後藤浅太郎、宮崎一貞と中国学者、角松弱などの名人と知り合った。1937年、民国26年に旅行橋事件で帰国、翌年に、国立厚生大学の招平を受け、私学講師となり、中国通史を教え、 1940年に助教授となり、中国上古史の講義を担当。1941年、民国30年に、甲州の国立中山大学史学教授となり、中国館、東、宋史、古三大史などの講義を担当した。1942年、民国31年に、国立競輪師範学院歴史地理学部教授となり、並び捨て、 厚生教育研究所の研究員を兼任した。1943年、民国32年に、再度国立厚生大学で教弁を取り、主として、義、進む、精神、東神、南北朝時代史、隋、東、五代十国時代史、中国文化史、中日文化交流史などの講義を担当し、並びせて中国社会生活史、民族学及び、少数民族の調査、 資料収集と研究発表を行った。後に、厚生大学の訓導長、中国語の学部主任、大学の図書館長などの職を兼任した。1949年に、中華人民共和国期に入って、1954年以後、高原が、厚生師範学院。後に、厚生師範大学と会装歴史地理学部教授となり、学院の図書館長を兼任し、 長い間に、中国通史、先進史、三代、中国歴史文献などの講義を担当した。同時に、第1期全人代厚生省代表、全人代民族委員会委員、中央対外文化連絡委員会委員、第1期中国人民対外文化協会、後に、中国人民対外友好協会に改名理事、桂西七万族自治区人民政府委員、 厚生省人民委員会委員などの職を務めた。1957年7月に高原、ガチンタオで開催された全国民族工作者団会。この会議では、州オンラインによる基調講演で会議に出席した105の代表がすべて全人代民族委員会のメンバーであるに出席し、反右派闘争期間の同年10月15日に中国共産党中央は、 右派分子を決める基準通知を出し、1958年2月1日に、第1期全人代第5回の会議は、非高道、高原、王、桃川の全人代民族委員会委員職務を免し、という議会決議を作り出し、それによって、彼が中国歴史学会の一番で、大きい右派分子とされ失脚し、後世師範学院図書館の管理員となった。まだ彼が、 文化大革命の期間にも、資産階級反動学術権威として求断され、公営兵の攻撃対象とされ、迫害を受けた。1979年に、抗元が、右派の名誉を回復され、あと、第5期中国人民、政治協商会議全国委員会委員、第1期中国民族学研究会、あとに中国民族学学会に改名顧問。 中国大百科全書、民族編集委員会員、第1期、中国西南民族研究学会顧問、第1から2期、中国百越民族史研究会副会を務めた。1981年に、KD に民営、理工大学を創設し、校長を担当した。このために、高原は、中国教育会に、 中国現代的民間大学創設の先駆者の一人とみなされた。1982年1月18日に脳一血のため経林の病院で死去。去年83、翌月に高原の葬儀が厚生治安族自治区政府によって厚生人民公募で行われた。1999年11月に厚生師範大学は 高原教授生誕100年記念座談会を催し、会後に高原教授生誕100年記念文集を出版した。現在には、厚生市範大学で高原少数民族奨学金を、京林中学、高校で高原奨学金をそれぞれに設立した。高原は1943年から長い時期に、上和厚く少数民族調査活動に従事した。彼中国語。 ワンン語、語、語、ヤオト日本語、英語に精通するため、少数民族のフィールド調査に便宜を提供し、そこで実り多い成果を得た。1943年8月に、高原は、県桂、ら、州省と厚生省少数民族変区調査団を、組織し、団長を、担当。1945年4月に、県南、 奇襲南部少数民族変区調査団を組織し、団長を担当。その年9月に、女子と一緒に、奇襲省、東旅県や王族の山岳地帯に入って、学術考察を行い、何度も団員に連れて、県警の二省の少数民族山岳地帯の奥深くに入って、広範な学術の調査の活動を展開し、数々の貴重な歴史資料を獲得した。このために、 彼が中国における少数民族フィールド調査の先駆者の一人とみなされた。1951年6月に、高原は、中央民族訪問団、中南訪問団、厚生分団、一分団、団長北上地に参加し、副団長を担当、厚生少数民族の地区に入って、異問と調査を行い、1952年3月に、女子と一緒に、厚生省の問屋 県、あずまらん県、南丹県の八王族、ワン族の歴史文化と現状の生活を調査し、同年8月に、厚生省のタスク水県、高市佐県、特保県、安市西県に入って、フィールド調査に従事し、年及び、総大ワン族英雄は久さとしと、新大地湾族英雄五両運、クレア中府支部総放棄に関する歴史資料を、収集した。 1953年6月に、彼は、厚生大学で、桂西チワン族自治区人民政府文化教育局、歴史文化財調査工作組を組織し、組長を務め、調査グループの成員と一緒に、厚生の大鳥山形、南丹県、天割県、剣、河池県、ラジオモーラオ族自治県、雪上県などの少数民族居住地に入って、ヤオ族、マオナン族、ミャオ族、 チワン族、ムーラオ族などの少数民族を訪問と調査し、数々の文化財と歴史資料を収集した。1954年3月に、彼は、厚生省の危険に入って、危険でのチワン族の分布を呼び、新大チワン族英雄王叶え大鳥武装法規と、平天国武装法規に関する歴史資料を収集した。1956年4月、彼は、 厚生省の竹なる県、神林県、品葉県、木県、来貧県入って、木県の地湾族の分布、新大地湾族英雄を叶え大鳥武装法器、新大地湾族英雄理二色木武装法器及び太平天国武装法器に関する歴史資料を収集した。1五十六年八月に、彼は厚生少数民族社会歴史調査グループを創立することに参与し、 そのグループの副組長県知ン族グループの組長、実際は全組の学術の調査の仕事に責任を負って、グループを引いて、かつらに七族自治州が管轄した5つの選区、2つの市、52の県、1つの自治区など少数民族の地区に入って、後世の少数民族歴史と伝統文化に対して、有史以来初めての系統的、 全面的かつ大規模な調査を行い、歴史資料を収集し、多くの貴重な歴史資料を手に入れた。このすべては、治安族の社会歴史文化の全方位の深く研究ために基礎を打ち立てたこと、厚生民族研究所の創立と治安学の研究と発展条件を創造した。まさに両はじむが言った通り、中華人民共和国成立後の民族識別工作の三段階中で、 日、高道、高原、夏安寿能など20世紀の中国人類学と民族学における著名な学者及び民族研究に、ことする学者が結出している貢献を作り出した。まさに全国の民族識別工作の成果を基づいて、国務院が中国を55の少数民族を共有し、漢族を足して全部で56の民族を公表した。 科学研究と民族の自らの意思の原則を通じて、民族成分を決定し、中国の民族研究の仕事をする初めての試みになって、同時に国際民族学会の広範な注意を引き起こし、とても高い評価を得た。これは中国民族学者らが、抗原を中国現代民族学研究の創立者の一人と、見なされた一つの原因である。 1978年7月に、高原は、女子と一緒に、厚生地湾族自治区の流州県、田野武省県、根井明県、高市佐県など地域に入って、1979年11月にも、女子と一緒に、厚生地湾族自治区の百色市、田明ア県、田東県、ともえばや青族自治県、豊洲すやお族自治県など地域に入って、 地湾族の花山岩へと同庫に関する学術考察を行った。1981年3月に、高原は、女子と一緒に、四川省の義貧地区について、少数民族の県関層を考察した。高原の学問は資料に基づく、実証的なものであった。陳吉夫教授が語るところによると、高原は、資料を広く集めて生戦し、 それより確実かつ温当な結論を導くという歴史研究の制度というべき手法を用いた。その上、高原の学問研究はとても勤勉で討論に熱中し、まさに陶器生教授が言った通り、高原先生は北京師範大学研究院で陳炎先生の指導を受けて苦学大学院生であった。民国の三十年代に私は北京師範大学私学部で 中国社会史家庭を講義し、この時、常に私と学問を討論した一人が当本の著者起源であった。研究方法の上、講演は王国威の二重証拠法を突破し、孔子三重証拠法を創立した。つまり、これは、考古資料、実物と文字、歴史文献、民族学の調査資料、実物文化財、講述資料の三重証拠を結合し、 それによって中国古代史と文化を研究する新しい歴史研究法である。高原の論書は大部分が革新性を持ち論書は少なくなく、例えば彼の最初の論書、中国通史公用が上、中、下巻1932から1934年に出版され、中国人による中国通史の名前を付ける最初歴史論書である。 1936年3月に出版された公原の東大社会外略、商務委員所1937年2月に再販は、中国人による最初の東大社会史研究に関する専門論書であった。その評価について、三東大学歴史文化学院の劉玉法教授が語るところによると、公原の東大社会外略は、 東大社会史研究に関する最初の専門論書であった。台湾仏道大学の元学長、教法廷教授、北京大学、北京主犯大学の客員教授を金が語るところによると、20世紀30年代に起源の東大社会外略は、最初に階級の一章を出して、先民、将棋、労働、貴族、座職、僧侶差しなどの階級を議論し、その後、 このように中国社会の中の身分等級に関して極めて多いことを討論された。中国芸術研究院の工尾研究院が語るところによると前で述べたように制度は音楽の文化の形成と発展に対してかなり重要な影響を持ってみんなはもしこの点を認めることができるならば私たちの研究に一種の新しい資格、新しい構想を提供した。 中国の音楽史研究を振り返って、このような方法は、たくさんの学者が、局部の運用で、日本学者、岸辺修雄が、東大音楽史に関する研究は、制度からよく考慮する一つの模範となる事例であった。岸辺修雄の書簡末に引用、参考文から見て、高原先生の、東大社会概略は、社会制度に対する探求成果を、 岸部茂雄の東大音楽史研究の基礎となった。1936年10月に出版された高原、の壮大、太し学生嗅国運動、聖務院所管は中国人による最初の学生運動史研究に関する専門論書であった。20世紀50から60年代に台湾学者、李光は台北文母史出版社を主催した時期に二度は再びき、 元の、壮大、ふとし学生休国運動を出版し、二度もこの本と、ベーコンの、新しいツール、ラッセルの、哲学中の科学的な方法、デューイの、哲学改造、古的などの訳本、ルーベンの、新しい歴史学、ナポレオンの、ナポレオンの日記、ガンジーの、ガンジー辞女、ハットリューの基地の、儒教と、近代的な主張、おおっとこれの、総論、 王国威の草原演劇史、孔ただしの分身潮流読書メもなど一緒に、近現代世界学術聖典百冊シーズの一つとした。中国現代学者は高原の壮大、太志学生嗅国運動を民国総書聖典第五州の一種に収入した。これよりこの本が極めて高い学術の価値を持つことにわかる。20世紀40年代に高原が、が 数々の社会生活史に関する論文を発表した。このために、高原は中国歴史学会における現代的な社会生活史研究の先駆者の一人とみなされた。1957年6月に出版された高原の厚生地安族略史、高生人民出版社は中国地安族史研究に関する最初の専門書であった。このために光原。 中国民族学における、チワン族史学の元祖とみなされた。その本の評価について、米国オハイオ州大学のマーク・ベンダー教授が語る、ところによると、光言、は、実際に、数々の調査で獲得した、工術資料と、歴史文献を有機的に結合し、客観的に自分の民族の最初の歴史書を書き出し、画期的な意義を持つことと言える。 日本国立民族学博物館の塚田茂之教授が語るところによると、厚生治安俗略史は地腕学研究において歴史的重大な意義を持つものであった。厚生治安俗略史は一番早くて中国地安俗史研究に関する全面的で系統的な紹介と研究の最初の専門書であった。それはまだ周恩来の関心と激励の下で完成した。 歴史著作であ。1983年10月に出版された高原、の遺著、和久都市高、後世人民出版社は、中国の和久都市高に関する最初の専門書あった。その本の評価について、まさに、後世地湾族自治区政府元主席順太場、及び幾つか学者が言った通り、和久都市高は、中国地湾族歴史人物に関する最初の専門書であった。 ここから、宝剣王朝が和久都市高に歴史の汚名を押し付けたことを明らかにした。当本は豊富な資料で、厚生歴史上の有名な、治安族人物和久都市高及びその武装法規の問題に対して、凍結している論述と深く研究することを行って、和久都市高及びその武装法規の性質と影響を、科学な評価した。 1988年11月に出版された高玄一町の治安族通史、厚生民族出版社は、中華民族史において、最初の治安族通史であった。その本の評価について、まさに、厚生治安族自治区政府元主席単語記及び、いくつか学者が言った通り、高玄一町の治安族通史は、充実している資料を豊かにすることを証拠にして、詳しく、 チワン族の起源を論述し、全面的にチワン族のそれぞれの歴史時期の政治、経済、文化の諸方面の発展状況を紹介した。これは、現在に、私が知っている、最初のチワン族通史である。高原の遺著、チワン族通史は、初めて創造的にチワン族研究を民族史論の高度まで昇格させた。それは、構造、 大規模になってから高めること及び十分に後の世まで伝わることができる大規模民族通史の創作洗礼を創始した。それは中国の最初の地湾族通史である。当本は我が国の少数民族の歴史研究成果を豊かにして地湾族史研究のために比較的に新しくて全面的な資料も提供した。それは我が国の歴史学会に推して最もに創始性、科学性と 学術的理論価値に備える経典の対策を押された。米国オハイオ州大学のマーク・ベンダー教授が語るところによると、高原の和久都市高と地安族通史は資料は豊かに学術の価値も極めて高くて国際民族学において山開きをする著作であった。高,生大学の君教授は高原先生の高生地安族略史和久都市高と 地湾族通史が地湾族にとって文化の貴重な宝物だけではなくて中華民族の貴重な宝物で、それらは光があたり一面に輝き地湾族と中華民族の歴史を照らしていたと同様に評価した。ここから光源はそれら論書によって20世紀の地湾学研究にアカデミックな研究の寄付を育て大規模な調査資料を用いた新しい 民族学研究の方法を開拓して、治安学研究の世界に定着させ。そこで、高原が中国民族学会の治安学の父と損傷なされた。この基礎の上で、後派、ホ安ングスクールあるいはホ安ンググループと中華民族史における最初の少数民族学派、八チツラ学派バグイスクールを徐々に形成されていった。このために、高原が 中国民族学会の八カツラ学派の創始者あるいは指導者になられた。1979年に光原は中国民族歴史に奴隷社会がないことについてという重要な論文を発表し、これをさらに発展させたのが1981年になった中国歴史に奴隷社会がない論であった。これは1957年に紀元で提唱した。 奴隷社会国ココロ論の継続であった。まさに、アメリカ太平洋大学アジア研究センターの、ジェフリー・ジーバロ歴史学教授、及びカリフォルニア大学歴史学教授ジョージ・ブエイチ・モズレーは次々と指摘した通り、マルクスの著作に対する理解の混乱があってはっきりと説明できないため、この地区、チワン族地区の伝統的な中国の解釈の観点は、依然として人々に、 会議の意を示させた。伝統的な観点によれば、チワン族は、壮大の前に、奴隷社会に属し、そこで国家を創立することはあり得ない。抗原、と、国際主学会に公認された、チワン族歴史学者は、納得できる自説を展開しており、過去何回も質問にあった部分を雄弁に論唱した。つまり、伝統的な観点、唯物主観の発展段階論は、 地湾族社会を説明することに適しないのだ。この観点のために、高原、は、避難に何度も開いた。日本国立民族学博物館の塚田茂之教授は、高原、は、地湾族社会の発展段階が、地族社会から直接に、初期の封建社会に入り、転換の起点が、闘争の時代に始まりと思った。それによって、古代地湾族社会性質をめぐる論争を巻き起こした。 と同様に指摘した。つまり起源は、マルクスの発展段階説が、全人類史的イコール全世界史的に見た歴史で、あって、個々の地域や民族の歴史ではない。したがって、ヨーロッパ諸国でもそれぞれの国での歴史でも当てはまらず、ましてや中国古代史にも当てはまらない。奴隷社会とか、世界史に通じる用語がない。中国古代史の中に決して奴隷社会が存在しない。 特に、マルクスの発展段階説は、中国個々の地域史や民族史にそのまま当てはまらない、などと思った。それによって、高原主観を確立し、各末弱の強情主義的な主観に向かって、猛烈な批判を展開した。抗原史学は、資料に基づく実証的なものため、これは、各末弱史学とある程度異なって、そこで、高原の無冤論と、 奴隷社会国志論登場後、これらは中国歴史学会の普遍的な反応を得た。厚生民族大学の幕金山教授が語るところによると、1979年に、高原は中国民族歴史に奴隷社会がないことについてという重要な論文を発表した後に、張広志、小厚美たちの両教授の熱烈な支持を得た。筆者の大まかな統計によれば、 現在の中国私学会では発表した、この種類の文章はすでに100近くなった。中国民族歴史に、奴隷社会がないの支持者は日に日に増える各種の兆しがあると表明した。西安理工大学人文学院の王朝羊猿、老ロ廣ロ市民、インキ清シ教授が語るところによると、1979年に、公元は中国民族歴史に、 奴隷社会がないことについてという重要な論文を発表した後に、長広氏、故障通る、陳蝶群母など教授の熱烈な指示を得て、その上、指示者はだんだん多くなって、ここ数年来発表した、この種類の文章は100編すでに近くなった。現在には、無圧学派の指示者はだんだん多くなるようで、一種の熱気、あふれるような活況を呈している。それに対し、 各松尺を代表にした、有圧派の追随者は、決して多くなく、親身にとしく、批判者の力強い挑戦を受けている。大見主犯大学の元学長で、教授の長広氏が語るところによると、文化大革命十年の時期に、林平と四人組は、毛沢東の名を借りて、各松尺の中国古代社会発展団解説を、ただ尊重することに確約した。 改革開放後の新しい時代の比較的な自由な学術環境の到来に従って何人かの学者が根本的に再び中国古代社会発展段階説の問題を検討することに決心を促しつまり中国歴史はそこに上がって一つ奴隷社会発展段階が存在したかどうかもしその問題が根本に存在しないならばまたそこに中国の奴隷制社会と 封建社会の時代区分と制限問題を論争するの、デタラメではないだろうか。改革開放新時期に、古代中国に奴隷社会の発展段階がないと主張している学者は、高原、長広氏、古正通る、陳朝蝶雲、明福林などであるとしており、さらに長は、しかも、最初にこの私学、ペナルティエリアを突き破りのは高原先生であったと述べている。 上海伏丹大学の陳厚史教授は、1979年に、高原は中国民族歴史に奴隷社会がないことについてという重要な論文を発表したの後に、引き続いて、張広氏も1980年に中国奴隷制度の歴史値についてという論文を発表した。1982年までついて、だんだん多くなる学者は必ず奴隷社会の 発展段階が決して人類歴史全体に当てはまる発展段階ではないことに傾いて印象は決して奴隷社会ではないことは中国歴史学会の共通認識になったと語っている。こうした基礎の上に改革開放の新時代には中国歴史学会における無奴学派略語無無派はおもむろに形成されていった。このために光源が中国歴史学会の 無奴学派の指導者になられた。後に中国歴史学会では無名派と有奴派に分かれ激しい論争を戦わせることになった。高原一族は中国教育界に教育名門と称される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。